中庭、中庭とは、建築物などで周囲を囲まれた屋根のない場所には広場である。英語では、コート、またはコートヤードと呼び、宿泊施設や公共施設の中庭は主に集会場所として使い入れていたことから、コートが法廷も意味するようになった。壁や建物に囲まれた屋根のないスペースという意味での中庭は、 人類が住居を建設するようになった頃から建築に取り入れられていた。中庭のある住居はイランや中国で紀元前3000年頃にはすでに存在した。中庭は外界から守られていながら完璧な内部空間ではないという特徴を有し、穏やかな外部空間として、調理場、寝床、仕事場、遊び場、庭園、動物を飼う場所など、 様々な活動の場に利用されてきた。古くから各国で見られ、古代ローマの都市住宅には、アトリウムとペリスティリウムという格子二つの中庭があったことが知られている。中庭が生まれる以前、家の中心で焚き火を燃やし続けるために天井に煙を逃がす小さな穴を開けていた。この小さな開口部が時とともに大きくなっていき、 今日見られるような屋根のない中庭へと発展した。中庭のある住居は世界中で設計され建設されており、時代ごとに様々なバリエーションが存在する。中庭のある住居はどちらかというと温暖な気候に適しており、中央の中庭が住居を冷却する重要な役目を果たしている。ただし、何世紀も前からより厳しい気候の場所でも中庭のある住居が建てられている。 中庭は、換気、最高、プライバシー、セキュリティ、静けさといった住居に、一般的に求められる特徴を提供してくれる。紀元前2000年頃のウルでは、屋根のない広場を取り囲むように電話製の2階建ての住居が建てられていた。台所、仕事場、客間などが1階にあり、支出が上の木座橋にあった。古代ローマのドムスでは、 中央にある屋根のない部分をアトリウムと呼んだ。今日ではアトリウムという語はガラスで覆われた中庭を指すのが一般的である。古代ローマのアトリウムのある家は通りに沿って並んでいた。一階建てで外壁には窓がなく最高はもっぱら玄関とアトリウムに頼っていた。アトリウムの中心には本来は露梢があって火が焚かれていたが、それは別の場所に移されインプルウウム。 と呼ばれる雨水を貯めた浅いプールがアトリウムの中央に設けられるようになった。ドムスには第二の開口部として庭園が廃されることが多く、その周囲をキリシア様式のコロネードで取り囲んでいた。これをペリスタイルと呼ぶ。この中庭の周囲は中廊のようになっており、後の修道院の構造に影響を与えた。中東の中庭のある住居は、 遊牧民としての生活が影響している。台所、寝室など部屋の役目を明確に決めず、気温や太陽の位置に従って最適となるように部屋の役割を設定した。夏は平らな屋根の上で眠ることも多かった。イスラム文化においては女性に外出させない場合があり、女性にとって中庭が唯一の屋外空間ということもあった。 中国の伝統的な中庭のある住居を四号院と呼び、広場を取り囲むようにいくつかの住居が配置されている。それぞれの住居には、家族の各院が住み、家族が増えると背後に、さらに住居を追加した。中国の中庭は、陰死、湯ンツ、天井、ディエンテンと呼ばれ、庭園と井戸があり、プライバシーと静音の場所になっている。場合によっては、複数の中庭があり、 表通りから離れるに従って、プライバシーがさらに確保されるようになっている。来客は一番外側の中庭で迎えられ、一番内側の中庭にはごく親しい友人や家族しか入らせなかった。中国の住居をモデルとして現代化したバージョンでは、中庭を廃することで住居を翼に分割することができる。例えば、一方の翼には客間やダイニングを廃止。 もう一方の翼には家族の寝室などプライバシーを重視した部分を配する。例としてメリーランド州ボルチモアのがある。中世ヨーロッパの農家は中庭のある住居の典型の一つである。四つの建物が四角い中庭を取り囲むように立ち、それぞれが急勾配の草ぶきの屋根になっている。中央の中庭は作業場、集会場小さめの家畜を飼う場所として使われた。 中庭と外は2型または3型で高くなった歩道で繋がっていた。このような構造は襲撃に備えた防御のための構造でもある。20世紀前半、ロサンゼルスで中庭のある住居の新たな流行が生まれた。見た目は地中海風の建築を真似ているが、中庭を効果的に排することで開かれた雰囲気と安全性を両立し、スケール感を出している。 この建築は人気となり、アメリカ合衆国の西海岸全体に広まった。ロサンゼルスにはそのような住居が多数あり、メルローズプレイスなどのテレビドラマにもよくてくる。日本では町屋に壺庭がある。ドイツにおける中庭を持つ建物の例としては、弊社のような賃貸アパートの家、ミッテクにある八景シ兵舎などがある。宗教空間でも、教会、モスク、 仏教寺院に中庭がある。パティオはスペイン語で裏庭を意味し、食事や娯楽に供された屋外の空間であり、住居に隣接していて舗装されていることが多い。スペイン風の住居に見られるような屋根のない中庭を指す場合や、住居と庭園の間の舗装された部分を指す場合がある。パティオは一般にコンクリート、または石の厚板を基礎として作られている。 基礎は圧縮したストーンチップ、砂の層、セメントモルダルの層などからなる。オーストラリアやインドではバルコニーやベランダをパティオと呼ぶことが多い。フィンランドのウルではパブやレストランの屋外の飲食スペースをパティオと呼ぶ。通常このようなスペースはテラスと呼ぶのが一般的だが、フィンランドではその後は滅多に使われない。モロッコではパティオを持つ。 古建築を利用したリアドという宿泊施設が欧米の富裕な旅行者の間で人気。日本では町屋に壺庭があるがあまり一般的ではない。1980年代には社会現象を起こしたドラマ金曜日の妻たちへの中で男女がパティオに集まり飲んでおしゃべりをする姿が映し出されパティオを持つ家が人気となった。しかし日本の狭い住宅事情を考えると 法律的とは言えないため普及はしなかった。その劇中でパティオと呼ばれたものもどちらかというと広いベランダに近い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。